っとぶり。今回は信長の野望、戦国立志伝実況していきたいと思います。前回は、三好、本願寺と滅ぼし、近畿をほぼ制圧したところまで。現状、東側は上杉、武田、徳川の防壁で進めない状況。仕方なしに西へ進んでるけど、徳川への備えはしなきゃないかなと思ってるよ。じゃあ、味方が最終的に敵になるんじゃないかと疑う秀高の戦い、頑張っていこう。川尻軍団的に、このまま四国征伐を命令されるんじゃないかという恐怖はあるね。今のところ、本願寺滅ぼして次の指示がないけど、多分鈴木家だもんな。その想定はしてるけど、鈴木家の終焉の地は淡路島になりそう。となると、そのまま四国討ち入りという流れになりそうなんだよね。まあ、四国はそんなに悪い土地じゃないよ、さぬきと阿波は。まあねえ、伊予も北部はいいんだけどねえ。で、現在は攻略した石山や他の城に人員配置をしてるけど、やや不足気味。秀高が戻って、三好とか本願寺の捕虜を連れて帰らないとどうしようもないよな。秀高隊が捕虜31人も連れてるからねえ。信長様に推挙する人がどれだけかだな。で、岸和田付近では後始末中。おお、秀高が戻ったぞ。三好はダメっぽいけど、本願寺はいい武将がいるね。優秀な人は信長様送りだから、なんとも言えないな。あ、地味に信盛三騎さんか。許してもらえるといいね。じゃあ、31人再雇用でー。独立を進められるも拒否し、攻略目標は想定通り鈴木家。さあ、推挙のお時間。本願寺系が優秀だね。荒木に下妻、信盛。あとはどうかな。杉浦も送っとこう。あれ、あまりいないかな。政治、治略は関係なしにしてるから。これじゃあ少なすぎなので七里さんも送っちゃおう。あと微妙な三好さんも。少ないけど、こんなもんかな。じゃあ、発言力が千に届きそうだけど、推挙。川尻軍団に残った人たちを、各城に配置替えしていくよ。岐阜城はもうじき内政終わりそうだしな。内政終わった城は、出陣する三人いればいいだけの城になっちゃうからねー。地味に内政高い人が入ったからいい感じだな。改修とか前線での進出とか、政治高い人は重宝するからねー。ここあたりで政策に触っておくことに、楽一楽座だけは採用してたんだけど、今回は兵能分離を取っていこうと思うよ。財政的な問題で採用できてなかったんだよな。検知、刀狩り礼を取らなきゃないから、費用が高くなっちゃうんだよね。ただ、兵能分離は最強の政策。国高無視して武家町発展は兵が湯水のごとく生まれてくるからな。ほんと収入無視なら施設をすべて武家町でもいいくらいだからね。じゃあ、費用が心配だけど兵能分離採用。皆に伝えましょう。鈴木家討伐のために秀高勢と娘の西勢が岸和田に到着。できれば淡路の洲本も同時に攻略したいので、近場の城に動員をかけていくよ。近畿は成長してる城が多いから即動員可能なんだよな。腕が鳴るぜ。ネックは、対象になる人が少ないことかな。そこは信長様に推挙してるから仕方ないところだよな。まあねえ、秀高がどこまで成長するかは楽しみではあるよねえ。あとは娘も活用していかなきゃな。頼れる一門衆だからねえ。長男があれだからな。これで、何もなければ洲本を攻略できるはず。さあ、鈴木家討伐開始。まずは最下城攻略。
細壁が動いた。洲本応援に来る？かしこまりました。お任せください。鈴木家と同盟結んでるのか。これはなかなか厳しい戦いになりそうだね。洲本は牽制にとどめて、まずは奇襲災火勢を撃破しよう。速攻で災火城攻略。このまま手取り城を攻めよう。てか、洲本沖で水上戦闘が起きてるし、一度撤退しよう。森勢を加えて、手取り城を攻略した後に洲本を強襲することにするよ。川尻軍団が西で戦ってる間に悲劇が。徳川家が武田家を攻めてるし。武田家は名前の割に頑張れない子だからね。最強武田の騎馬隊も、足軽最強徳川家には勝てないか。自力の差がかなりついてしまっているからね。となると、川尻軍団の敵は、最初から徳川家だったってことか。そういうことだね。西国を制圧した織田家と、東国を制圧した徳川家の戦いが起きるんだろうね。早い段階で、美濃の防備を固めなきゃないね。西へ攻め込みつつ、徳川家にも備えなきゃないとか大変だな。鈴木家を滅ぼしつつ、信長様に播磨を攻略して献上しなきゃないかもねー。と、話してる間に手取り城攻略。さあ、あとは洲本だけ。このまま攻める。そうだねー、上祖壁ごとき蹴散らして攻略してやるよ。出陣する。鬼武蔵さんが元服。あ、もう少し能力高いかと思ってた。もがみか。もがみ。こんなのと並ぶとか。山形城一つに追い詰められてるね。まあ、頑張ったんだと思うよ。さあ、気を取り直して洲本城攻略。上祖壁も反応してきた。岸和田城からも軍勢出したし、負けないわず。魔法市の可能性がある人が討ち死に。これはかなりもったいないね。よし、城攻めモードに入ったからあとは落とすだけ。なんか、来たけど。上祖壁じゃなく毛利家だと。負けなくはないけど、兵糧が厳しくなりそう。けど、ここで暴将も隣死去。これは織田家に追い風だね。加勢いたす。大御城が上祖壁に落とされたし。うん、洲本攻略断念。内政要因か。逃がしてあげよう、戦闘要因じゃないし。やばい、兵糧が切れてる。で、近畿勢で第二次攻勢。また上祖壁が来てるけど。気にせず踏み潰す。どうせ、この後上祖壁攻略命じられるんだし、今叩いておいても損はないわず。よし、妨害が止んだので強行で攻め落とせよ。洲本城攻略で、鈴木家滅亡。よし、これで四国家の入り口を確保したね。想定通り、次は長祖壁。というところで今回はここまで。少し苦戦気味かな。近畿勢がまだ準備中だし、仕方ないところはあるかもな。そうだね、まずは取った城の整備をしつつ、四国征伐と信長様の直卒軍団の強化をしていこう。じゃあ、鈴木家を滅ぼし、次は四国切り取り次第を許された秀高の猛攻を、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。